道路はこの通り凍ってます。ツルツルです。そんなわけでですね、もうこいつには乗れないですね。でこれ見てください、もうフォークオイルが漏れてしまって、このバイクリフトの上のこのシミは全部このフォークオイルですね。ホイールもこの通り、まあなんか乗ってて、まあ僕も鈍感なのもあるんでしょうけど、乗っててそんなに気にならないんですけれども、まあこれはないだろうということでオーバーホールしていきたいと思います。多分ね、こっち側は大丈夫だから、多分乗っていてそんなに気にならないんじゃないかなと思います。けどオーバーホール、寒いですけどオーバーホールしていきたいと思います。まずはこれ、見えるかな、バイクリフトで車体を水平にしていきます。はい、こんな感じでですね、水平にして、分かりづらいけど一応水平になってます。これ浮いてますね、もう浮いてます。緩めるときですね、まずこれですね、これ12、これを緩めてからアクセル17ですね。最初きついと思うんでブレーカーバー使っていきます。ホイール外しますけど、ブレーカーバーですね、ブレーカーバー使っていきます。17のソケットです。結構きついと思います。よし、ある程度いったらあとはラチェットで普通のこれ、ちょっともうちょっとジャッキアップします。よいしょよいしょ、抜けたかな、はい、抜けました。どうしよう、緩めちゃいましたけど、このキャリパーも邪魔なんでキャリパーも外しちゃいます。これ12ですね、12のソケットレンチで外します。でこの辺もですね、この辺、このブラケット留め金具、ちょっと片手じゃやりづらいですけど、これ抜けるようになるんでホイール取っていきます。はい、ホイール取れました。で今こんな感じですね。で次このボルトとこのボルトと緩めて、フォークをスポンと下方向に抜いていくんですけど、ちょっとこれサビがひどくてですね、抜けそうにない気がしますので、こんなスポンジヤスリの320番600番をかけて、ちょっとまずサビ軽く取ってみたいと思います。これ外しちゃうと緩めにくいですね。今この車体に固定されてるうちに緩めちゃった方がいいと思います。欲を言えばもっとタイヤ外す前の方が良かったかなっていう気もします。あれ緩まないわ、やっぱり結構
僕の場合は上が12のソケット、下が六角になってますね。下の六角はもしかしたら純正じゃないかもしれないです。で、スコーンと落ちちゃうかもしれないんで、ちょっとその覚悟で緩めてった方が。はい、こんな感じで抜けました。はい、抜けました。はい、こんな感じでバラし完了です。